で、勾配なんだよな。これね、トゲキッスが危ないと思うんだよね。言うても素早さそんなすごい高いとかではないだろう。よし、トゲキッスは潰そう。言うても80とかよ。いやでも耐えるか、全然耐えるな。硬えな、さすがに。やけど、ナイス。波動弾、フロリアか。これは落ちるかな。あ、おお、耐えた。ナイス。ドロコンが減るか。よし、ギリギリ耐えた。これは、どうするか。波動弾がまたフローリアに飛んでくる可能性はあるけど、いや、まあ、ダークロアのシグナルビームだよね。そうだよね。ワンタンだよ。そっか、それを予測しなかった。お、ナイス。ということで、入るよな。うわ、耐えるか。俺はやられた。あんたま、飛行は潰せる。リーフィスの方は回復をしだすと思うんだよね。いやでもどっちかな、どっちでもいいんだよな。どっち回復されてもいいように動くのであれば、こうで、こうだな。やっぱり両方回復かい。あれ、ちょっとこっちの動き悪かったかもしれないな。あと結構入ってる。よしよし、エアスラッシュ。ユレイドル、あ、これは大丈夫だろう。いや、ナイス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 。これは勝ち申したな。岩だよね。なんで、エナボ。クリヒザ。待って。
よっしゃい。そうだよね、薬使ってくるっていうのをちゃんと考えとかなきゃね。うん、現場バッチ。でもなかなか凶悪な組み合わせだったな。居合切りか、まだ持ってないね。お、浅ましい。ああ、エアスラッシュだ。なるほどね。まずは回復だ。よっしゃ。じゃあ次はダークタワーなる場所に行ってみようか。当ててみよう。寝てら。あ、まま寝てるって。ヘルみたいになっちゃうな。アークタワー。ここ何？ポケモン出んの？ここなんかあるな。地域禁止だ。だって入れてくれたよ普通に普通に入れてくれたよ。うぬぎだ。まあ見事処理だ。相性悪いやないかい。磁力戦特殊でーす。このままいっちゃい。アイテム使ってるターン無駄だからよ。あ、いいよブラスト。おー、特防が下がることがある。あー、なるほどね。いやー、この原子の息吹と組み合わせたら強いんだよなー。いやー、どうすっかこれ。電磁入っか。消してもそもそもそこそこ早いしな。これは主力技。耐久減るのとかどうでもいいしね。できれば10万ボルトとかね、特殊技を覚えさせたいんですけどね。良さげな技マシンの人でも手に入ってくれれば。なんかあれ、いる方。え、見えてた見えてた。なんかいるなと思って。あ、わかった。マカズスにあれか、あの貝殻の鈴持たせればいいんだ。反動痛そう。やべ、間違った。ちょっとダイヤブラスト見てみよう。怖
ボスにクリティカった。おおお、はいはいはい、耐久とかどうでもいいから。バーニー相性いいな。あ、間違えた。でもこのダメージゴーストじゃない、ガマシュシュアクだ。ゴーストタイプみたいなことしてるんじゃん。オッケー。いや、これで特攻上げまくってダイヤブラストとかやったら強えな。10万ボルトとかマジで覚えねえかな。というわけで、フローリアの、貝殻の鈴を、押しましょう。そうすればワイルドボルトもある程度、反動というかね、ダメージを抑えられるはずだ。わ、これやっぱめんどくせえ。いや、虫入ってるから、タイプ1だ。オッケーオッケー。あ、うめえうめえ。おお、よかった、 PP の多い技選んどいて。強っ。あー強っ。特殊のね、電あの岩アタッカーっていうのがなかなかねいないからね。てる中でも SV のキラフロールくらい岩で特殊高いのって、まあいや、探せばなんかねいそうではあるけど。月の石か。どっちかっていうと太陽の石とかがいいな。あるのかな、そもそも。ん？戦わなくても進める？じゃあなんだ。どうすんなら全部倒す。プラスパワーにディフェンダー俺たちが買い占めたせいでお前たちが利用できないと思うといい気味だ。あ、だからこの世界そういうアイテムが売られてないんだ。ごめん、俺そういうアイテム使うことほぼない。あんまちゃんとそれ使った印象ない。なるほどね、こいつらのせいでその辺の供給ないんだ。
さすがにカプリンはヘルガーだな。解放者。だ。デマンか。さあ、貝殻と鈴がどのくらい仕事をしてくれるかどうか。ヒトデマンにプラスパワーは意味わかんない。スペシャルアップとかだったらまたしも、こいつにプラスパワーはわからない。16反動受けて貝殻の鈴で笑)あ、いいね。8回復した。息吹ビーダー。お、さすがにちょっとこれ1段階上がるとわからなくなってくるぞ。いけねえな良いな、マカドゥス。 OK 便利。あ、これならワイルドボルトあっても安心だわ。よほどワイルドボルト連打しなければどうにかなる感じだな。あ、間違えた。別に後悔ま一つというわけでもないだろうし、あ、エフェクトはだいぶシンプルだけどいいね。長ったらしいエフェクトがね、流れるよりかは全然いいや。あ、ディフェンダーか。なるほどね、特殊なんだな。これはちょっと攻めづらいな。いや、便利。ワイルドボルトの打破の反動の半分回復してくれるのマジで助かる。うわ、続くね。周りから。魔法数、エスパーだね。それは合ってる。
いや、いいね。いいね。このワイルドボルトの弱点を完全に克服したかのような。食べ残しとかあったら全然その食べ残しでいいんだろうけど。結果的にダメージ受けてますからね、これね。どういう地形？あっち宝あるな、宝箱っていうかね、あのモンスターボールっていうのが。うん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 。そうだね。とてもいい修行になっております。ありがとうございます。ご協力に感謝。ライノス、リーテールもさすがに少しずつ上げていくか。次チーム何レベルなんだろうな。あと何タイプなのかっていうね。うん、エナボで。こんな大事に守られてると、あそこにあるアイテムいいアイテムなのかなって思っちゃうよね。メタング来た。おー、攻めづらい。待って、ちょっと変えよう。一旦ではこいつら無駄にするからね。これで火炎放射ですよ。あの一平スフゼがいずれメタグロとか使ってくるのかなって思うと結構怖えな。この団体一平ス600族使ってダメでしょ。ああ、なるほどね、なるほどね。あのバッチ持ってないのにどうやって従えてるのか気になるね。いや、威力の高い特殊技だったら一気に削れるのでは。さっきのエナジーボールのように。 OK。でマカドゥス強いな。こいつが今作からなのか前作からなのかわからないんだけど、ね、強いな。
あやぴか、どうなんだどうなんだ。いや別に混乱は悪くないけどさ。あ、なにお前ジョージ、ジョージくせえ。この初動でライノス出てくるの、破傷ジョージ。あーこれ痛い、うわさすが。サンドソニック、ファントマ、あー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 ん、うん、いや、フロリでいいや。微妙に相性不利だけど、うん、コートに見える。入るか、ジョージ結構強くない？エルブか。またメダゲラですね。あぶねー鋼入ってるからあれ食らったらさすがに痛えぞ。威嚇も入ってるからさすがにワンパンはないと思いたいけど、お薬使う、乱数集団じゃワンパンできるぞ。頑張れ、よし、やっぱりか。こいつはなんていうか不憫だ。あれが蘇生手段がね、いやこれ使っちゃえ。ねえなあ、そろそろすごい傷薬とか欲しいぞ。まだ続く、いやいや、とりあえず一旦ここで食っとくか。多分2パート分ぐらいになったかな。わっちゃ
これ何の爆弾。まあちょっとね、あのバグでちょっとここだけ変だけあのおかしくなっちゃったんですけど、まあとりあえずね、あの普通にストーリーの順番に沿って、やっていきたいと思ってるんで、最後までお付き合いいただければなと思います。はい、でまた次回も引き続きこちらのダークタワーの攻略から、やっていきたいと思います。はい、では、ポケットモンスターベガ実況プレイパート22か、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、またにいけるな。